にちは、西山よしこです。このチャンネルでは和声が分かるとどんなことに役立つかということをお伝えしています。で、前回カバレスキーのオーパス39の商品の最初の4曲をやったんですけども、そうしましたら全曲やってほしいというふうなリクエストをいただきまして、はい、ありがとうございます。なのでずっと何回かかるか分かりませんけどもやっていきたいと思います。どうぞお付き合いください。それで今日はその続きで5番と6番いってみたいと思います。はい、5番は遊戯っていう、まあお遊戯ですよね。で、アレグロアッサイになってまして、フォルテ、最初にフォルテ、それしか書いてないんですけども、はい、だからこんな感じでしょうかね。はい、で、どういう和音が使われてるかってやっていきますけども、まずは、これ B フラットで、一度 B フラット、次は F7、続7、そして6度で Gm、 F7 で再び1度 B フラットで Cm、 ここは、第一展開で 2度の第一展開がいいと思います。そして、F5 度ですね。そしてここで6度、義州詩ですね。そして、F5 度で B フラット1度 E フラット4度 C マイナー2度 F7 でもいいですね、続71度 B フラット、そして F5 度、 E フラット4度、 D マイナー3度、 C マイナー2度、そして1の46 B フラットオン F、 そして C マイナーオン F、 2度なんだけどもうバスはファのまんまにしておく、そして F7 続7、そして1度で、はい、こんな風になると思います。それで、9小節目からは、ゼクエンスが3回続きますよね。で3回こうどんどん上がっていくので、やっぱりエネルギー溜まっていくので、こうちょっとこう膨らましていく、エネルギー溜めるように、だから同じフォルテでもちょっと大きくしていく。そして、その次から終わりに向かってっていうふうに、今度は加工していくので、エネルギーがだんだん減っていくっていう、はい、そういうふうに表示をつけるといいと思います。はい、では、こんな感じにしてみました。よろしいでしょうか。では6番、小さなスケルツォ、これはアレグロってなっていて、メゾフォルテしか書いてないですね。まず原曲通り弾いてみます。C なんだけど、1度なんだけど C 第7音もつけて、だから C メジャー7って考えればいいかな。そして、次はもう当然、続7ですよね。続7 G7、 そして次は
それが同じことがもう一回繰り返されるんだけど、この8小節目で、まあ、半周詩、一段落するので、その直前のは、1度目は続七だけにしときましたけど、ここでは2度の第一展開、Dm on F から G7 に続七に行って一度っていう方が、その一段落っていう感じがね、よく出てくると思います。やっぱりサブドミナントが入って続七一度っていくと、あの収縮感が出ますよね。なのでそれに同じことを2回繰り返さないでちょっと変えるっていう意味でも、その方がいいかなと思います。ここ、これもね、すごい細かく変えようと思えば、最初1度、ここはまあ5度かな、そしてでここ1度、ここ4度にして1度とかね、そういう風に、もできますけど、でも早い曲ですし、そんなにコロコロ変えなくていいんじゃないかなって思います。はい、で、はい、では後半行ってみますと、もうこれは、Bm7フラット5ですね、7の7、7の7です。そして次が Am7、6度に第7音がついたですね。そして G7 続7で、これつまり、順番に下がってくる、下がってきて、そしてで、一度にトニックに行くと。でもここもってなってるので CGC っていう風に、感じますよね。1度5度1度っていう風に、はい、そんな風になってます。で、この後半なんですけども、で、下にフラット5なんですよね。だから、Bm7 フラット5と Bm フラット5と Bm が合体したって考えてもいいですよね。なので次は Am と C が合体してる。で、まあ、ここは、ソシレとシレファですから、まあ5度と7度が合体してるって考えてもいいですけども、でも結局同じ和音ですから、はい、ここは普通にただ続七でいいと思います。はい、こんな風に、2つの、ね、和音を合成したみたいな、ね、のがあって、で面白い響きがしますよね。はい、なので、これは木管でいってみました。でしたでしょうか。本当にカバラスキーってね、面白いですよね。いろんな考え方ができるので、はい、和声に強くなって、こんなあでもないこうでもないって、やるのとても楽しいですから、ぜひ試みてみてください。はい、ではまた次回、次は7番と8番とかどうかなと思います。はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とか高評価、いいねをぜひお願いします。では失礼します。さようなら。